はい、皆さん毎どうも、オフィシャルサバさんです。カズマです。よろしくお願いします。今回はですね、視聴者さんから、紹介というか説明があったんですけども、以前来た高天神城ですね、南側からの方が雰囲気あるよということなんで、今再度訪問しています。やばいもんね。そうですね、だいぶもう見た目から来てますね。まあ、でも相変わらず星きれいね。そうですね。おっさん2人しかいないですけど、まあね。ところで、さっきからウィンウィンになってるんですけど、これは何なんですかね。握力鍛えます。あ、なるほど、測定上げていかないといけないですね。そう、まあ、これ今やってるから多分下がるんだけど。じゃあ、まあ、結果のほど見ていただきたいと思います。はい、行きましょう。はい、はい、じゃあ行く前の握力測定やってみたいと思います。はい、じゃあ行きますね。はい、はい。お、悪くないわ。どうすか、56。おお、あんだけ頑張ったのに。まあまあ、でも始まりから見れば上がってってはいる形になってますんで。そうね、またやった後どうなるかですけれども。お、でも年齢の割には、握力強い部類に入ってるよ。お、いいじゃないですか。 OK、 頑張りましょう。はい、オリバーも近い。行きますよ、ザーボンさん。ドドリアさん、どうします？ドドリアさん、どっかにいるんじゃない？きっとどっかに映りましたね、いきなり。ドドリアさんですかね。ドドリアさんですかね。マジか、ちょっとやだな。多分竹だからね、映りやすいと思うんだよね、細いから。あ、なるほど。あ、橋の向こうでしたよね、今。あ、橋の上か。何これ。いや、早速。あ、もちろんウエイトついてるんで、バッチリ12キロ着込んでおります。もう見た目がオリバーになってる。あ、確かにこっちの方が怖いね。やばいって言われるだけありますね。ね。おー。着刀やぐら跡。時代劇的なカンカン鳴らすやつがあるところか。いや。聞こえてなかった？今パキパキ言ってたやつですか。うん、聞こえなかったことにしました。聞こえなかったことにしました。正直めっちゃ誰か来たかと思ったレベルなんだけど。ちょっと怖かったので、まっすぐで城の方。そうです、この間前回行ったところ。こっちが神社の方かな、おそらく。そうですね、その音が入ってるかどうかわかんないですけど、そのパキパキとか、なんか後ろから来るみたいなのとか、ほんとやだ。多いっすわ。で、何にも起こないとすっげー静かですし、反応もすごいっすね。なんか木から垂れてませんか？こんばんは。見えなかったことですよ。カズマに合成精霊図が反応してるよ。まあ、人と認識されてるってことでよかったということじゃないですか。でもザーボンさん。あれも一応人型ではありますから。しかしこれすげえとこ教えてもらったね。やべえっすよこれ。ちょっと尋常じゃねえよ。さっきから風がめちゃくちゃ強いんだね。そうですね、まあ上登ってきてるから分かるんですけど、まあ、前回もそうだったっちゃそうだったんだけどさ、なんか喋り声みたいなのも聞こえてくるんで、ちょっと怖いっす。
多分風の音だと思うんですけど、はい、風の音だとね、うん、まあそう思い込んどこうよあえ位置がちょっと微妙っすよねちなみにあの女性の霊の目撃劇団のこの辺は姫姫なの姫っすかね。これ何に反応してんだ、木も何もないし、さっきなんかずっと反応してたの、木も何もないじゃん、はい、お、え、なんか聞こえたよな、後ろですよね、うん、え、なんか聞こえたよな、後ろですよね。うん、行こう、怖いし。そうですね、そうしましょう。何の音？多分火がきしむ音だと思うんだけど、これ前も聞こえたよね、確か。そうですよね。そして俺らでもミシミシって音じゃないですからね。ここでしか聞いたことないよ、ね、この音。拾えてるといいな。いや、これはあかんやん。あれ、倒壊しちゃってるんじゃないか、これ。行く？道行けます？それ。一応道にはなってる。なんか瓦礫の山になっていってるんだけど、これはこうしてあるのかな。これ道じゃねえなちょっとごめんね、ライト変えるね。道じゃねえな埋もれちゃってますね。ここまでか。すごいね。すごいっすね。だからなんでカズマで焼けるのか、ね、星も綺麗で夜景も綺麗ないい場所です。なんかこの辺だけ妙に整備されてない感すごいこっち来る人いないんですかね。なんか傾いてますね。うん、でも南アルプスあるよ。あ、南アルプスも見えるのか。待て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 、これ今だいぶ手前に今出た。お、木もないですよね。やだな。柱なのかな。それとも中で休憩してるのかな。こうすればいい。柱っぽいな。柱だな。柱だよな。柱ということにしておきましょう。柱だ。この辺りにしておきます。だよね。きっと柱の反応ですし、きっと柱の。じゃあ今からカズマが一人撮影する。いやいやいや、何を言ってるんですか。オリバーになるのはタモさんですから。いや、俺普通に登り降りすればオリバー僕はあのちょっと車でぬくぬくタイムなのでそんなのは許されないいや、あの今の道戻るのもあの毎回あれですけど大概ですよ。絶対ライト貸してやんねあの頑張りますんで、ライトだけちょっともらってきますんで1個しかないけど俺帰れんじゃんよし、じゃあ準備しましょうか。はいはい、準備できましたね準備できましたね。ちょっと待って、絶対なんか聞こえるって。本当っす？うん、
んか僕もあの今からあそこに帰るんですけどね、やだなじゃあとりあえずじゃあやってみます。はい、じゃあ僕ちょっと先に戻りますね。はい、お願いします。じゃあまずスケートボックスから行きますね。こんばんは。なんて。もう一度お話ししてもらえますか。この高天神城の関係のある、今ちょっと喋ったのに喋っちゃったな。今なんかキャッハーみたいな感じの声でしたよね。あれですかね、世紀末なんですかね。ごめんなさい、ちょっと止めますね。何の音だこれ。入ってますかね。なんかすごく高音の音と、なんていうんですか、土をドン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 って踏みしめるような、なんだこれ。確かにですね、この辺いろんな木とかですね、やっぱりまあ人工物、こうライト、電気とかもあるので、何かしらそういう音だったらわかるんですけど、ちょっと重低音、なんかあの多分聞いたことあると思うんですけど、あのウーハーとかで車とかでどんどん鳴ってる感じの音、ああいう感じの音が今してるんですね。再開します。今日ですね、ずっと歩いてて普段聞かないような音ばっかり聞いてるんですけども、原因はあなたですか。え、今一瞬切れたよね。しかも今女性の音が入って一瞬完全に無音になりましたよね。そうですね、以前にリベンジ会で行った、八坂トンネル、あっこはですね、気配だったりそういうのがすごくてめちゃくちゃ怖かったんですよ。ここはまたちょっと違ったベクトルで音なんですよね。これ絶対カメラなんか入ってると思うんだよな。これぜひなんか入ってたらコメントください。ちょっとシャレにならんぐらい怖いです。後ろから追われるような感じの音が鳴ったりとかとですね、まあ、ここにいるときは先ほどもお話したような重低音、何か踏みしめるような音が聞こえたりですねしてたんですよ。ちょっと怖すぎて声が小さくなっちゃうんですねとじゃあまた再開しますね。あとですね、先ほどからそうなんですけども、スピリットボックスをつけるとこのタイミングで来るの。風がすごく強くなるんですよ。切ると風が収まったりするんですよね。ただ前回やったところに比べると少し
あの入りが悪いかなっていう感じはするんですよ。ただスピリットボックス以外のところでの音がすごく多いので、この場所はすごく雰囲気がありますね。ちょっとですね、もうそろそろお時間なんですけども、もう少しだけコンタクト取れると嬉しいんですが、今二度と来るなみたいなこと言われましたかね。わかりました。ではですね、ちょっと何も荒らさないように早めに失礼したいと思いますので、お休みのところ失礼いたしました。怖っ。やべ、ちょっと本当に進んで素になっちゃってますけど、うん、ですね、あまりいてほしくないというような感じのことでしたので、ちょっと今日この辺りで撮影の方ですね、終了したいと思います。ここ本当すごいですね。ただ、あの夜景とか本当綺麗ですし、星とかもすごい綺麗でいいところなんですけども、本当に一人で来られるのはやめた方が絶対いいと思いますので、ま、道も危ないですからね。それだけですね、皆さん、もし来られる際はですね、気をつけてください。ではですね、以上で、一人撮影の方終了したいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。さあさあ。疲労困憊っすね。いや、体力的にもね、やっぱりこのウエイトつけて山の登り下りすると、はい、ね、今ね、まあ、あの映してないから分かんないと思うんですけど、膝がガクガクいってます。結構な登り坂でしたからね。結構すごかった ね。いやね、それよりね、スピポがほとんど反応しなかったのよ。あ、そうなんですか。うん、ね、風の音とかでほとんど声が聞こえなくて、はい、ただ、いろんな重低音っていうかな、はい、なんか足なんかドンドンドンって踏み鳴らすような音が聞こえてたり、まあ、あとスピポに二度と来んなって言われて。ガチなやつじゃないですか。まあ怖くてダッシュで逃げてきたんだけど。それは確かに長生きしちゃいかんですね。いやもう本当、うん、別に荒らすつもりとかもないから、逆、まあ、申し訳ないなっていう気持ちもあってさ、あのせっかくゆっくり休まれてるところを邪魔しちゃってるわけだと思うから、なんで、まあ、先ほど神社の方でご挨拶だけしてから帰ってきたんだけど、怖かった。いや、もっと怖かった。いやいや、情報いただきました。フリーザさん、ありがとうございます。またなんかいい情報あったら教えてください。はい、じゃあいつものですね。なんかまた変な音してない？なんか高い音しましたね。したね。じゃあいただきます。ああ、オリバー、ごちそうさまでした。はい、じゃあ締めの握力測定やっていただきたいと思います。じゃあ行きます。落ちたかな、絶対下がってると思う俺。はい。ほら54、まあ2キロ弱下がっちゃうかな。映ってかな。あ、分かった。 54 でした。まあでもこれ許容範囲でしょ。そうですね、あのすごい落ちてるわけじゃないんでね。まあでも今プロテイン飲んだからね、あとでもう60ぐらいになってると思う。明かり。あば。これからも頑張りたいと思います。動画の方ですね、何か映ってたよとか、何か聞こえたよということがありましたら、コメント欄の方にお願いします。チャンネル登録、高評価、
よろしくお願いします、ザーボンさん。ではまた次回の動画で。またね。